またその話か。必要ない。結婚などすれば男は突き上がるだけじゃ。男に指図されるなどたまらん。愛人が欲しければ適当に見繕って、飽きれば首をはねてしまえばよい。わらわはそれで満足しておる。誰を思い浮かべた？お前の知る限りの者にわらわの愛人はおらんぞ。殺せぬかどうかわからない者や利用価値のある者は愛人になどしない。部下にも手は出さない。わらわが関係を結ぶとしたら、それはいつでもすぐに殺せる利用価値のないものだけじゃ。寂しくなど。ずっと一人で歩いていく。お前は特別。お前は何の利用価値もなくても生かしておいてあげる。わらわはお前が気に入っているから殺さない。お前はキングとは違う。利用価値がなくなったら奴は殺すが、お前のことは殺したりしないよ。ですね。あ、
トゲで怪我をしたりしませんでしたか？バラの生垣の周りの草も刈っていましたよね。よかった。厨房の仕事に入る前に少し休憩しましょう。そのくらいは全然問題ありませんよ。えい、そのようなざれ言は聞きとうない。お前が仕事をすればいいのだ。お前が。またキングに仕事を押し付ける気ですか。ま、僕は面倒事が片付けばそれでいいんですけど。わらわの分まで働けばいいのだ。いいからさっさと執務室に移れ。ではそういうことでいいですね。僕も自分の執務に戻らせていただきます。何をと言われても、あの人が怒るのに理由なんてありませんよ。いつものようにイライラするとうるさいので、キングがちょっと仕事に集中してはどうかというようなことを言ったらあれです。わらわがここに連れてこられたのはいつだったか。ずいぶんと昔だった気がする。この世界の時間は狂っている。本当は昔などという言葉を使うのもおかしいのだが、お前に分かりやすいように話してやろう。とにかくわらわは随分と時間帯を遡った昔、ここに来た。
前に言った通り、無理やりにではないよ。拒むこともできた。できた。できなかったのかな。選択肢はあるようでなかったのかもしれない。ここはお前の世界とは違う。ゲームをする以外何の生きがいも見出せない。わらわも誰もかも欲望や好み、ひとときの楽しみはあるよ。快楽も憎悪も、苛立ちもある。何もかもあるが、満足はない。感情を持った、ごく普通の生き物に見える。希少で欲深で身勝手な、つまらない生き物に。これはわらわの話ではない。これはお前の話だよ。希少で欲深で身勝手なつまらない生き物、それがお前。愛しくてたまらなくなるような生き物だ。わらわたちはもっともっとつまらない生き物ですらない。生きるという目的がないのだ。ゲームという大きな盤上でないと動けず、身勝手になりきることもできない。よそ者にはそう見えるのか。わらわとは異質のもの、生きているものだ。なあ、ゲームなしで生きていくというのはどんな気分だ。どうし、わらわは自分でも何に苛立っているのかわからないことがある。残酷なのはわらわの本性なのだろう。誰に言い訳したくもない
お前は違うだろう。わらわのような残忍性は持ち合わせていない。お前は前の方がわらわよりも自分の行動に責任を持てているよ。自分の意志がある。卑怯でも何でも自分で行動を選んでいる。メイ君のように言ってくれるな。わらわだってそうありたい。首をはねたいからはね、消したいものを滅ぼす。わらわの意志で。たまらないのは役柄を演じているだけのような気がする時だ。最初ここへ連れてこられた時、わらわは子供だった。
可愛い。可愛かったことなどない。わらわは可愛いものが好きだが、わらわが可愛かったことなど一度もない。わらわはその時から苛立っておった。女王の役に選ばれ、この城に来てからずっと。そのも生まれてきて、時間を刻み始めてからずっと。わらわはイライラしている。どうしてこんなにイラつくのだろう。ではどうしてお前といると落ち着くのだろう。わらわは癒されたくなどない。お前といるとイラつかない。落ち着く。それだけじゃ。明るくはないだろうな。ここは元から暗いよ。夢の中は休んだ先にあるまぶたの奥の世界だ。夢は暗い方がいい。明るいと眠れないだろう。暗そうな男？ちっけえな。私は暗くなんかないぞ。